どうもジョイマンの池谷です。いや今日はですね、はい、日本一コスパがいい牛八さんのレセプションパーティーに呼ばれまして、はい、行くことになりました。すごい場違いな気がするんですけど。それは呼ばれたんですか？呼ばれました、はい、レセプション自体は行ったことあるんですか？初めてなんで。ああ正直今この革ジャンパーカーで行っていいもんとなってますこの感じで本当はフォーマルな格好をした方がよかったのかなっていう。ちょっと一回店の感じも行きたいんで、見て、はい、見てみたいに行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。これじゃん。これ。4階。あ、これだ。そうっすね。回ってる。あ、ちょっと行ってみましょう。うん、はい、行きましょう。あ、頼むドリンク。頼みましょうか。はい、これ、お金、え？そうなんじゃない？まあ、要は話。ほんと？わかんない。レセプションわかんない、俺も。もう招待だから、多分ないんじゃない？ほんと？あ、そうなんだ。なんか、俺ら知らなすぎて恥ずかしいね。そう。レセプションっていうものを。知らないね。来た瞬間にお金の話して。合うんかな？大丈夫かな？じゃないよ。恥ずかしい。タラで食べるにはちょっと違うんじゃない？なんかわかんないけど。そうなの？わかんない。どうなんだろう。なんとも言えないよね。はい、お疲れ。すごい美味しいね。あ、肉の味とか。しっかりするし。じゃあ行きますよ、鍋。いいね、辛めで。ちょっと甘い。どっちですか？辛め甘い。辛め甘くて。あ、そうなの。すごいね。OK、うん、混ぜるんだよ、多分ね、うん、よすげえ。こんなん家でできないからな、うん、そうね、うん、これ衛生面もあるね。ちょっとちゃんとしてもらえますか？ちゃんとしてもらえますか？じゃあちょっとむずいよ。うん、いただきますね。ユッケどうですか？めちゃくちゃうまい。すごいね。あ、そう。お肉の食感、おう、卵だけだからさ、味付いてんのかなと思ってたの、うん、しっかり付いてた。ああ、そう。なんか俺少なくないですか？え、さあ、あるよ、あるよ、あるよ、ある、ほんと。はい、ね、すぐ食べれんじゃん、うん、パンだけど。いただきます。じゃあ、大学大きいのあげるね。ああ、ありがとう、うん、さっき一件の件があるから。ちゃんとしてんね。食べちゃってくださいよ。ありがとうございます。この映像、あ、美味しい。コリコリしてて美味しい。肉焼きを先進むわ。じゃあいただきます。あ、いいね。コロタクマビになります、こちらも和牛の低温調理をとたくあんを混ぜてまして、もうお味がついておりますので、下に韓国海苔と大葉が引いてありますので、こう掴んでいただいて、手でこう掴んで、はい、食べてください。わさびも入ってる。あ、はい、上にちょっとだけ、これ、はい、取れるってみたいなこと言ってたけど、これ初めて見るね。うん、UFO キャッチャーのフレームみたいな感じ。ここでしょ？そう。いっちゃうよ。うん。ちょっとやってみます。すごくない？この肉の厚さ。すげえ。おお。わさびでたくあん、たくあんになって。いただきます。こちらが韓国海苔と大葉だから。レモン？はい。どうだ？レモンで服に牛脂、これ他のお店も真似た方がいいよ。めっちゃくちゃうまい。このお肉がすごい柔らかいから、たくあんの食感で食べてる感じがすごい増すのよ。でわさびがちょっとだけ入ってるから、最近の技術。
介いただいて。卓上ロースのサーロインでございます。すごい。お肉の焼き加減ね、おすすめしております。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、それではお焼きいただきます。はい、ふわ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 そうだね。うん。ナイスね。そうなんです。おお。パフォーマンス。もう一枚焼かせていただきますね。はい、これでも、これも研修で学ぶんですか、この焼き方。そうなんですね。私も研修開けたばっかなんです。結構緊張しますよね、これね。そう、だいぶ緊張します。うまくやるの。張り付いちゃうから。あ、そう。見てこれ。すごいね。うん。え、一体目が一回目がこのまま。このまま、はい。食べてください。はい、食べますよ。はい。マジ？あとで取らせてもらう。たったん、たったんだったらこのまま腰から上刺してるみたいな。それぐらいでかい。マジ？こんなに、あの、咀嚼をいっぱいしたいって思う気ないわ。飲み込みたくなかった。ほう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 。おいしい。おいしい。おう。じゃあ、で、この卵でしょ？はいはい。そうですよ。これもいい卵だもんね。うん、まあ、卵値が上がってるからね、今。これうわ、黄身濃厚。お、結構いったね。すごいね、濃厚さ、黄身の。こっちがちょっとうまそうだったね。若干だから、油が抑えられて、気分が強めになるから。これが混ざったらやばいわ。すき焼きっぽくなる。そう。あ、そしてね、すき焼きっぽくなる。あ、今ね、こういうこれ言ったやつ。ファンクラブっていうのがありました。3つ目のご飯とね、お肉が 1.5 倍増。そうそう、 1.5 倍増。絶対そっち行った。そう、ドリンク行っちゃったね。おお。もう一回ちょっとつけて。乾杯ドリンク 1.5 倍増の、あ、あの、乾杯ドリンク、うん、このドリンクの 1.5 倍の量。この大きなやつ。そう。あと誕生月にバースデー特典があり。え？これで？そうじゃん。また行ったらいいじゃん。もうないわ。もうない。え？早っ。誕生特典あるんか。あ、口の中で咀嚼しようと思ったら胃が喜びすぎて、胃がもうダイソン並みに吸収しちゃった。このアプリでいただきます。はい、失礼いたします。進みいただきね。はい、これくらいささみ初めなんかカルビっぽいけどね。そう。大丈夫ですか？俺が悪いからね。分厚いね。初めて聞いたよね。結構焼肉、ね、今のところ食べたりするじゃん。うん、でもささみって部位なかったよね。ああ、頑張る。すごくない？これ結構早くいけるのかな？すごいすごい。ああ、いい感じ？すごい。うまそう。すぐ切れそうだね。このまま行こうかな。うん、この量。はい。はい、これ、めちゃくちゃ美味しい。美味しい。カルビじゃないのかな。あ、そう。脂がすごい。噛むことに。なんか勝手にささみって思ってるから、あのパサパサささみイメージするじゃん。噛めば噛むほどのやつ。じゃあ味噌汁行こうか。はい、順番とかじゃないんだから。うん、これでもいいでしょ。これすぐ焼けちゃいそうじゃない？うん、あ、ありがとう。すごいよね。めちゃくちゃ早い。これ味噌汁ね。はい、はい、はい、
一番好きかも。ああそう、肉食べてる感じ。え、脂身がちょっと抑えめなの、うん、だから肉を食べてる感じ。肉のこの何だろう、油じゃなくて肉の旨味が勝つやつ。はあ、はあはあ、さっきのささみは肉の油の方が強いんだ、うん、それもまた美味しいんだけど、うん、こっちはなんか味噌汁は全然そっちじゃない、赤身って感じ。赤身だけど、またつけないでいきましょう、うん、全部つけなくていいんじゃないかな。そう、なんであのじゃん、なんであのじゃん。だからそこはちょっと解説してほしい。あ、塩とわさびあるから、あ、いいのか。じゃあもうだから好きでいいんじゃない、確かに今の味噌汁わさび合ってたわ絶対。あ、そう、うん、あとささみも。あ、そう、うん、そっか。あ、つくねいってみようか一回。鶏つくね、和牛鶏つくね、和牛、ごめん、鶏つくねえな、和牛のあめつくね。で、和牛でつくねって聞いたことない。聞いたことない。今のあえずタイプは卵からね、和牛、はいはい、和牛つくね。あ、ちょっとまろやかなのがいいけど、卵こ卵黄ここに来て、ちょっと結構なじこっちを、はい、わさびやってみようかな、はい、わさびやってみようかな。なるほど、ええ、これをご飯が入ってるんで、ご飯と一緒に、はい、ご飯これね。しかも、卵黄がものすごくいっぱいまだ残ってるから、何度楽しめるんですかね。ねすごい。ちょっと語彙力ないけど、うん、すごい。ハンバーグ。ハンバーグ。若干レアなのよ、なんか。うんうん、だから、さっきなんか、一番出会ったあのマッケル、はいはい、の食感も中にあるから、で表面パリッとしてるから、パリッとしてるから。これはいい、うん、わさびが合う。あ、味付いてます。あ、味付いてます。ちょっとこれ、今後来るに行くとかもこれにちょっと、うん、上身のじゃない、上身ね、うまいね、いいね。ちょっとまだこれからだとちょっとメインを食いたいですよ、言ったら。うわ、もうね、うまそう、しっかりね、はいはい、綺麗な上身の、すみません、上身の。もう食べちゃう？このままいく？なんだろう？レモン？うん、今落ち着いてるんですよ、これで。で、塩、胡椒がついてるんですよ。毎回そのままいきますね。やっぱ、1回目ってそのライフ食べた方がいいの。変にアレンジして失敗するの。そう、うん、肉ってそのまま食った方がいいから、絶対。あ、そう。だって、用意されてるよ、タレ。じゃ使ってみる？やった、うまい。いく？うん、お任せする。いきます。じゃあ。お願いします。はい。すみません。お願いします。おい、綺麗。上から行くんだね。ね。この今肉を切ってる音聞かせてあげたい。味噌カルビみたいなの言ったけど、ささみって書いてあるから。それは、その噛み心地がいいってことですか。ミスターじゃねえのか。で、噛むたびにこのミノの味がバッて出てくるから、うん、昔あの東京大丸さんのネタで、なんかお前何噛んでんだよって松田さんが言ったらさ、二郎さんがミノだよっつって、出せよな、うん、やだようまいんだからって言って、うん、あの気持ちがある。あの流れでしまっちゃおうかな、はい、では、綺麗。この音いいよね、うん、お肉焼けてくれる。ああ、全然問題。これだけで米いっぱいいけるわ今。あ、このこれで、あ、この煙で焼けますよ、はい、本当だ、すごいね。それでも結構早そうだね。うん、うまい。肉を知ってる人はもっとさ、うまいんだね。こう、ああ、焼き方がうまいから。焼き方がね、こう裏返してるタイミング。うなが君も結構焼き肉してたよ、言ってた。どう今、もうまだまだ我慢。チマチョは逆からやってたほうがいい。え、そもそも逆って、え、裏表があるの、チマチョに。こっちはそっちからやったほうがいい。ご飯ですね、ご飯物ですね。そう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 。あ、あるんだ、裏表。あるある。冷麺。
なんでそれ先に言わないの？なんか泳がしてるお肉で泳がしたらダメよ。お肉界で焼いてる時に泳がしたら取り戻せないんだから。泳がしたらもう焼いちゃってくる。まあ逆焼いてるなとは思ったけど。言ってよ。逆焼いてるよって1秒後に言ってよ。まだ間に合うんだから。10秒焼いてからじゃもうこうなるよ。逆焼いてるあるんだ島町って思ってるあって。そうなんかよく聞くのは本当さ、こっちのさ、うん、ツルツルしてる方、うんうん、こっちツルツルしてる方から焼いて、でその後こっちはあ、そっか、こっちが脂身だから。そう、脂身は最後に最後にちょっと、うん、いいね、焼肉巡りもいいね。いや、うん、ぜひ行きましょう。レセプション待ってます。焼肉のレセプション、焼肉レセプションチャンネル、チャンネル、なかなか、あれよね、そんな美味しい。本当にでも、だから、2年前で鳥が抜けて一人で孤独酒やって、ちょうどコロナ真っ最中だからどこにも行けないってなって、1年半以上経ってやっとこう外で食えるってね、いいね、うん、もう食べれる？大丈夫、置いとくね、うん、ありがとう。これはこのままいいな。もうで味ついてる感じするもんね。だいたいそのままいくね。うん？いいよ、うん、これいく。あ、絶対熱いこれ。うまっ。おー、目が覚めるうまさ。ほんとだ。あの、さっき裏まで間違えたからあれだけど、うん、油のとこ噛んだらジュワーって上がってくる。何これ？サーロイン。はい。抜けんじゃないですか？ありがとう。これはわさびだな。あ、そうですか。いや、塩でもいいな。すげえ。塩いくか。こんな効いてんだ。贅沢にあの前半塩、後半わさび。ああ、なるほど。一口いきます。これ食べちゃいます。はいはい。あ、柔らか。食っちゃえ、食っちゃえ、いただきます。本当だ、すごい。あ、美味しい。サーロインステーキですわ、マジで。美味しい。で、わさびね。どれだけ焼けばいいのか分からない。終わるか。あ、ちょうど脂身だったから、わさびのあの量がちょうどいい。え、辛くないの？辛くない。プロに聞かんと。この脂の重さを、わさびの辛みでちょうどバランスよく打ち消してるから、一番おいしい。これ食べてないと分かんないと思うけど、一番おいしい状態で今伝わってる。もう一回食べたいわ。わさびで食うなんてさ、なかったよ。なかった。子供の頃なかった。30になってからかな、わさびは。誰かが始めたの？あるの？テレビかな、テレビで見てた、なんかベテラン俳優さん、中尾明さんとかあの辺の方々がわさびで食べてるの見て、肉の油とわさびって、あ、意外と合うんだって分かって、なんかわさびは俺魚だけだと思ってたから、その概念壊したからさ。やっぱ、うん、牛はもう、牛はわさびだね、合うないで、わさびも多分これこだわってると思う。ああ、そう、うん、ミスジもやばいな。うまい、美味しかった。わさ、大丈夫ですか？わさび、こだわってるのが分かるんですか？本当ですか？うん、これどなんか分かんないけど、もうちょっとリーズ、もっとリーズムだったらさ、リーズムな店だったら、え、何？もっとリーズブルな、え、リーズナブルな店だったら、中部わさびやったりするじゃん。そう、え、中部わさびよくある。はいはいはい、じゃない、あ、じゃない、じゃないと思う、言い切れる。じゃあ、何ですか？ハラミ、はい、一番好きなハラミ。一番好きなんです。40超えるとわさ、ハラミが好きなの。もうわさびって言うとさ、ハラミとわさびが相性いいから。素晴らしい。すごい好き。
赤身と脂がちょうどいいのよ、ハラミって。いいね。ちょっと俺、スープまだ飲んでないんだけど。カルビだと脂が強い。そうそうそう。うわ。お肉入ってんじゃん。ハラミいきますね、はい、お肉も最後ですか、これ最後。あら、ごめんなさい、ちょっとハラミでいかしてください。ハラミわさびで。ちょ、わさびでしょ。わさびでいかしてください。いいぐらい揺れてます。はい、うわ、これが最後ですかね。デザートですね。はい、ハラミってホルモンでしょ。絹ごしホルモン、はいはい、内臓、横隔膜ですかね。だから、はい、脂多めですね。へぇー、ちょっと冷たい。ホルモンっぽく、ホルモン、なんだろうか、ホルモン肉肉しいと思ったけど、はい、脂がぶわっと入って、はい、このお店は多分塩ちょっとついてるから、うん、そのままいってもいいかもしれない。わさびいらなくて、いらないかもしれない。あ、おいしい。溶けてくる。ミニビビンバ、いただきます。これ締めですか。締めです。あ、そう、うん、いいですね。このナムルとキムチとか入ってるから、うん、肉の中の肉の口の中に肉があるんだけど、全部どっちか、どうしたんですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。詰まりました。詰まりました。早く痛すぎてると口の中のものが噛み合わずに詰まりました。ビビンバをもし、うん、ラストで頼む人に言っときますけど、うん、ビビンバ頼むときはもうちょっと腹がまだある空きがあるなっていうのは頼んだ方がいいかもしれない。がっつりいけるから、うん、ビビンバ、うんうんうん、これはもうまだまだあのコースが続いてるやつ。ビビンバ、お腹いっぱいになってますか。ところが待ってます。あら、大食い。どうも大食いなんだけど、うん、そういうことじゃない。なんかね、あ、コースをゆっくり食べるから。そっか、ゆっくり食べるとまた違うんだ。うん、で、お酒飲み放題で飲めるから、うんうん、結構飲んでんの、うん、あのメガハイボール2杯とかとか、うん、そう、ね、飲んでるから、うん、そういうのが、そっかそっかそっか、いい具合にお腹が溜まってくるから、満腹感もある。そっかそっか、うん、俺、さっきここにいた人たちが、うん、あの関西の感じで、うん、まあ、YouTuber だろうなと思って、うん、まあ、先に隣の方が帰ったから、うん、隣の方がね、うん、うるさくてすいませんみたいになって、うんうん、大丈夫ですよって話して、うん、T シャツに今書いてあったから、うん、まあ、チャンネルだなと思って調べたら、うん、20万人ぐらいいたとこだし、うん、登録者数がね、20万人いて、うん、YouTuber だね、うん、いや、YouTuber だと思って、うん、肩書き見たら、うん、吉本の芸人だったから多分後輩気づかれてないか。完全にでも挨拶の感じは気づいてないから、うん、ね、あの感じは、うん、あの外の人にする挨拶、うん、その丁寧でしたよね。丁寧、うん、いや、すごい最後にすいません、うん、 う、 うん、うるさくてすいませんは、うん、もうジョインマンじゃないもんねそこに言ってるの外部の人に言う丁寧な、ちゃんとした人でしたね。外部の、うん、外部の新参 YouTuber に言ったすいませんってあれ吉本の先輩議員が成功じゃないから。面白いですね、うん、いい勉強になりました。 YouTuber としては僕が全然新参者なんで、はいはい、ぜひ頭下げてコラボしてもらいましょう。溶け出します。牛八美味しかったですね。美味しかったね。いや、美味しかった、はい、めちゃくちゃうまかったし、はい、ただその最初冒頭でね、レセプションパーティーっていうことで、うん、お会計どうなのかなみたいな話したじゃないですか、はいはい、どっちなんだろうみたいな、うん、金かかるのかな、かからないのかなみたいな、うん、で最後店員さんにお会計って言って、うん、店員さんがあのレセプションパーティーなのでお代は大丈夫ですって言ってもらえて、試食会って言ってたの。そう、うん、そういう試食会だから、うん、お代は大丈夫ですって言われて、だちょっと恥ずかしかったですね、そのお金かかるかからないって言ってた自分が。なんかね、うん、
なんかお金かかるんだったら行かなかったんかいみたいな感じ取られてる自分が恥ずかしくて、やっぱレセプションパーティーっていうこと自体を知らなかった自分らがもう恥ずかしい。確かに俺だけじゃないよ、あなたもだよ。そうね、うん、2人でこれ頼んだらやばいのかなみたいな言ってたよ。そうそうそう、自分らがもう恥ずかしい。恥ずかしいよね、うん、だからレセプションパーティーっていうのはそういうことじゃないから、まあこう撮りましたけど、うん、本当に美味しい食べ物がいっぱいあったので、うん、ちゃんとあの個人的にお店に行って、うん、そこでちゃんとお金を使いたいと思います。はいはい、今回はあの秋葉原店の牛八がオープンということで、うん、はい、皆さんぜひあの秋葉原に行った時は行ってみてください。はい、ごちそうさまでした。